どうも、伊藤郎です。毎日積分47都道府県制覇への道第45弾。今回は岩手県に参りたいと思います。岩手大学2023年の積分の問題。まず、括弧1番は不定積分を求めようというものですね。まずこちら計算していきましょう。今回、分数関数になっております。そしてさらに分母にルートが出てくる形ですね。こういった時は、一旦めんどくさいところがどこかっていうことを考えていきましょう。今回一番めんどくさいのはこのルート x-1 の部分ですよね。なのでこちらを置換する形で考えていきましょうか。なので今回はルート x-1 を t と置いて考えていきましょう。そうすると、分子に x2 っていうのがありますので、先にこの形から x イコールの形を作っていきましょう。ということで両辺を2乗するとx-1 イコール t2 ということは、 x というのは t2 プラス1で表せるということですね。そして両辺微分すると dx っていうのは 2t dt というふうに書き換えることができます。これによって積分の式 t で書き換えると約分できて少し綺麗になるので、2を外に出してあげて t2 プラス1の括弧2乗、これ展開してあげると t4 プラス 2t2 プラス1、こちらの積分という形になります。あとは普通に積分していきましょう。はい、このように求めることができそうですね。続いて括弧2番、次の曲線と x 軸で囲まれた図形の面積を求めようということで、このような三角関数が出てきています。まずグラフの形を考えていきましょう。はい、グラフとしてはこのようになりそうなので、求める面積はここの部分ですね。じゃあここの部分は x 軸より下側に来ているので、積分の時符号に注意しましょう。はい、こちらも積分をすればいけそうですね。はい、このように求められますね。続いて括弧3番、曲線 y イコールルート x プラス1かける e の 2x 乗と x 軸 y 軸および x イコール1で囲まれた図形を x 軸の周りに1回転ということなので、まずグラフを書いていきましょう。これはグラフの形としてはルート x プラス1ってのは単調増加で、 e の 2x 乗も単調増加ということなので、まあこれはそのまま単調増加になりそうですね。x が0の時はここが1になって、ここも1になるので、1からスタートして単調増加なグラフを書いてあげましょう。まあ、上に凸かどうかまでは調べていないですが、まあ、ざっくりこういうイメージで、 x イコール1の時ルート2 e の2乗という形になりますね。今回求めたいのはここの囲まれた部分、これを x 軸周りに1回転ということですね。積分の式としてはこのように書くことができます。あとは計算していきましょう。はい、ということでこれは部分積分法でいけそうですね。これは最後にこっちを微分したいので、積分そのまま、そしてそのまま微分という形でやっていきます。このように求められそうですね。答え確認していきましょう。はい、合ってましたね。ということで今回の積分は置換積分法を使って三角関数の積分が出てきて、さらに e の積分が出てくる回転体ということで、いろいろフルコースでしたが、一つ一つ丁寧に計算ミスのないように符号に注意して計算をしていきましょう。ということで次回は青森県に参りたいと思います。それではまた。Whatever you say, you may feel like being alone. But I can be the one you lean on now. The world is yours.